八月十日金曜日我らが地元関西にも気になるニュースがいっぱいあります関西おもろ夏にお出かけこれええやんまだまだありますよこの夏おすすめのお出かけ先でございますが、はい、さあ今朝はですね明日から伊丹で始まります絵本の原画展をご紹介しましょう,う広い海のどこかに小さな魚の兄弟たちが楽しく暮らしていました みんな赤いのに一匹だけはカラスガイよりも真っ黒でも泳ぐのは誰よりも早かった名前はスイミーなんちゅう語り出して始まります物語スイミー聞いたことありますかいや知りません。<あ>はい、これはね私世代の 大人たちはみんんな知ってるんですけど小学校低学年の教科書にも記載されている物語なんですよ「うん、スイミー」っていうのはね<ー>あの小さい魚がいっぱい集まってでっかい魚に見せるっていう絵が非常に印象的な絵本<ー>そなんの まあ、目高レベルにっちちっゃい魚が主人公なそうそうそうこの「スイミーっていうのはオランダ生まれのユダヤ人絵本作家でグラフィックデザイナーのレオニさんんが書かれたものなですねこの「レオーニさん,ん、ね」<お>さんっていうのは第二次世界大戦中にアメリカに亡命しまして、うん、イラストレーターグラフィックデザイナーとして活躍していたんですが、えー、戦後1959年日本ですと昭和34年お孫さんのために制作しました「リ 青ちゃんと黄色ちゃんで絵本作家としてデビューにされました。やだ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 ね。青ちゃんなんて入ってない。青くんじゃないのこれ。<laughs> 青くんと黄色ちゃんじゃない。<laughs> 本当だ。青木さん主人公みたいな。そうや。うん、ね。うん、でも割とね、あのお孫ちゃんのためなんで絵本作家として遅いデビューになりますね。うん、で、千九百九十九年イタリアで亡くなるまで四十冊近くの絵本を発表されてて、日本でもねたくさん翻訳出版されてて、あの谷川俊太郎さんが ほとんどその役をなさってるんですよ。なるほどなるほど。そうそう教科書に載ってるんでね、おいみなさんご存。息子さんご存知だと思いますよ。だって私同世代じゃないですか息子さん。いやもうちょっと若いですうちの。同世代って言ってるじゃない。若干若いけど。世代って。幅広くいきましょうよ世代。ほとんど同じだと思うわ。そうですよ。同級生だったから。だって奥さん私の母と同世代ですもん。いやまあ世代はそうでしょうけど。もとい。はい。オッケーオッケー。 まあ,あのご存知の方も多いといとう、はいはい、そういうい作家さんなんんですねそんなレオレオ鬼さんの生涯を作品と重ね合わせながら紹介する展覧会「みんなのレオレオ鬼展」が明日から JR 伊丹駅から歩いて6分、うん、阪急伊丹駅からですと歩いて10分ほどのところ伊丹市立美術館で開催されます、はい、で今回はですねその幻とも言われてきましたその先ほどの「スイミーの原画」 五点が来日するんですって、今下にありますけどね。うん、これ面白いね。うん。うん、あの、こう、タイのような魚が串を上げてるんですが、はい。その前にね、小魚がブーッとこう広がっているというこの絵です,がすがう。ね。うん、で、この人ってね、いろんな画法を使うんですよ。あの、ネズミやカタツムリ、シャクトリムシなど、小さな主人公たちが、自分とは何かを模索しながら学んでいく物語を。 ある時は水彩、うん、ある時は油絵、うん、ある時はコラージュ、るね、ある時は切り絵風っていう感じで。いろんな技法を用いて、描いてるんです。可愛くて、鮮やかで、力強くて、微笑ましい。そんな数々をじっくり見られます。あの、色が非常にこうカラフルですね。カラフルですよね。可愛、うん、らしい色すで。あの、配色のバランスが素敵ですよね。やっぱりね。 プロっていうのはその辺だと思いますよ。うん、<う>カラフルなだけではない,い。カラフルじゃなくて、その例えば赤と緑とね、あの黄色にしても、そのこうどこにどういう風うに持ってくるかってこの辺りがやっぱり,っぱり赤は異常的ですもんね。<え>これね、アレクサンダーとゼンマイネズミっていう1969年私が生まれた年の絵本なんですけど、うん、友達を見つけたネズミの話なんですが、これはちょっとキリエ風というかハリエ風でしょ。<う>で、その下にある世界一大きなうち、これはね、えー、大きいことがいいんだっていう。 価値観に疑問を投げかけるお利口になったカタツムリの話なんですが。これはちょっと油絵風でしょ。これは油絵風というのかな。<え>このあたりはね、うん、結構こう。うん、あの描いてるって感じがしますよね。ネ<で>、うん、ズミのフレデリック。これちょっと水彩画風です、ね。あ、そうか、そうか。で、はいはい、その下のこの。ペチェッティの。 っていうのは。これ何風っていうのか、ね。モザイク技法。っていうらしいですモザイクね。確かにそ。そう、だなんかポンポンと反抗としてったみたいな感じの。最近のデジカメでもね、モザイクってのあるんですよ。あ、そうなんですか。そうそうそう。取ったらモザイク風になるの。なる、うん、なる。こんな風にもなったりしてる。るええ。うん、ね、だから、一個一個技法が違うんですよ、ねなるほど。そうかそうか。ね。それ見てるだけでも、本当あの。 鮮やかな原画なんで楽しいと思います。だからこれを見ると僕水彩画が好きだな。あそうですか。ネズミのフレルイク。うん。この絵描き方好きですね。私はね、うん、キリエハリエ風の。 アレクサンダとゼンマイネズミが好きですね。ああうん、か,かくかくとした感じで。ですから、もう皆さんもね、見れば。私こっちの方がいいなとかね、うん、こういうあの、あの色使いが好きだなとかね、はい、いろいろ思うと思います。ね、でもちろん、多分絵本の中身もね、紹介してくれてると思います。うん、一個一個がすごくね、あの子供にわかりやすいように。あの、描いている絵本で考え、大人が考えさせられる内容なんですよ。あまあ、できたら、じゃ、ファミリーで行っていただきたいな。ね、夏休み中にもね、うんはい、絵本作家アートディレクター。 ととしししてての仕事、えー、絵画、彫刻など幅広い活動を展開してきましたレオレオオニさん、ヨーロッパとアメリカを移動し続けたレオニさんの波乱の生涯を、えー、作品と重ね合わせながら紹介する「みんなのレオレオニ展」明日からです9月24日、えー、月曜の振り返休日まで伊丹市立美術館で開催されます入館料は一般800円高校大学生が450円小中学生150円 なお、兵庫県内の小中学生に配布されている優待サービスカード、ココロンカードを提示すれば、入館無料になるんだそうです。うんうん、えー、兵庫県とそのな勢いことやってるんだよね。優待サービスカード。なお、休館日は月曜日ですが、9月17日月曜の敬老の日は開館しています。その場合は翌18日火曜日がお休みになりますので、ご注意ください。はい、さあ、以上。 皆さんも行っていらし、えー、っていただきたいと思います。はい、この夏休みね、あとわずかですからね。ええー、関西はもののコーナーでした。